最初はさ痛風&弊社キャンセル。このラジオでね、このラジオ期間中に、はい、この僕らのこの通風と、はい、この弊社病床を直しちゃいけねえったらなという、なるほどね、思いも込みて、はい、はい、こういうラジオにしました。でもだいぶ直ってきてるからね。いや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 、だいぶよ俺まだ、まだ全然車の後ろの方、その8人乗りのボックスカーの後ろの席席がきついもん、はいはいはい、なんか一回やりたいよね、YouTube でこの鍋の弊社恐怖症、出るか出ないかクイズみたいなさ。いや、よっぽどよ。よっぽどどっち？いや、この企画自体が攻めすぎ。よくない、お前らが心配。出ました。心配でいいよ。札で言います。鍋が出てきて、出た。やばすぎ。いやね、頑張っていきましょう、はい、頑張っていきましょう。いやね、いや、まずご報告まずありますよ。え、ご報告、皆さんに。はい、何ですか。キングオブコント2回戦進出。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、まあここまではね、まあそのありがたいことに例年、うん、はい、やらせてね、行かしてもらって、はい、今回も行けたんですけれどもね、はい、いや無理だと思ったわ。2回戦からね、3分ネタになるから、うん、何をやるかというのが鬼門ですけども。そうよ、うん、どうしよう、3分ネタなんてな、うん、正直、うん、まあ、1回戦あんまり受けてなかったから、うん、そう、落ちたかなって思ったけどかと思いきやな、そう、お前が乗ってきたらマジでこのままいっちゃうよ。かと思いきやな、お前が乗ってきたらずっと本当に通ったやつになっちゃうから。落ちたんだよ。落ちましたよ。いやー、落ちて、俺もさ、ハルさんと飲ましてもらってて、うん、その時に見て、いや落ちたか。なんかもう正直1回戦はまあ、通るだろうと思って、うん、結構ね、その例年ちょっと微妙かって時に通ったりしてたからね。そう、うん、いや今回落ちて、しかも結構準備万端でいったよ、うん、その正直そのバイトも前日あったけど休んで、おお、でもうこの日のために、もう意識が変わってきてる。昔は全然ね、夜勤明け、そう、飲み明けで来てたのに、じゃあもう前日バイト入れんなよっていう話。いや、それで、まあ、言ったんだけど、いや、ちょっと、すごかったな、じゃあ、マジで、初めての、まあ、なんか渋谷の、文化センターみたいな、とかね、いや、けんかったな、なんかその、でも、例年というか、これで受かってきたこともあったじゃん、この感じで、うんうん、だから、まあまあ、どうだ、この感じで、まあ、いけるんか、ぐらいの感じだったね、終わった後、うん、ああ、そう、ちょっときっちいかもなぐらいの。うん、ちゃんと落ちてたね。落ちたか、しびれたな、話で。あ、ちょっと今年がもう暇だね。暇が早かったな、うん、なんか2回戦入ってからさ、うん、よし2回戦で、よしここが、うん、ここだな、ここからなんかスイッチ入るみたいな、うん、ね、2回戦今年はまず受けてえな、うん、そうで受かりたいなみたいなね。だからいつの間にか終わってた感覚なの。キングオブコント早かったな、マジで早かった。ちょっと2分ネタちゃんと作らなきゃダメか、2分。だから俺らその4分ネタも5分ネタ、だから長尺のネタはないし、うん、で2分ネタもない、はい、そうそう、3分ネタしか持ってない。あの神保町サバイバルバトル用の3分ネタしか持ってないんだよ。この感じでショートネタも全然持ってないし、持ってないで絶対持っとけよっていう。いやー悔しい。でもマジ来年リベンジしたいね。ちょっとね、 M1 頑張った方がいいかもね、うん、M1 だな、うん、M1 残ってるか。ちょっとなんか漫才やっていこうか、ここから。そうね、数ヶ月だったね。まあだって漫才一本も作ってないわけですからね。そうだね。唯一できた漫才が M1 優勝できるかって通らない通らない通るわけだな。さあ、うん、これついに夢の一つ、はい、叶います。え、叶います、叶います。あ、これは分かりました。本当に当てるよ、うん、
格闘技の、うん、なんかめっちゃいい席で見る。ちょっと違う。結構違かった。ちょっと、ね、でもほぼ当たり、ほぼ当たり。何、スーパーライジン3見に行きます。おーおー、スーパーライジン3というのは、そう、あの、まあ、メインイベントだと朝倉未来選手対平本蓮選手のやつもあるんだけど、その前の試合で浩二さん、はい、試合するから、はい、あの浩二軍団席で、応援させてもらう。そうなんだ。楽しみだね。初、埼玉スーパーアリーナの初。ついに浩二さんを応援できるわ。ついに、うん、連絡、あの、来てたやつに行きますって言った、うん、行きます。おー、すごいね。え、それはいつですか？7月28日。もうちょいじゃん。そう。へぇ、その、2時から試合あるんだけど、俺らはその前の時間ライブなの。はい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 。28日。28日。はい、だからもう、飛び出していくわ。お笑いでやっぱライブの朝一発目のやつあるとか。そう。はいはいはい。え、お笑いライブじゃなかったら、なんだっけな。あ、R さんのライブだ。はい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 。R さんのライブ終わりです。11番でね。うん。ちょっとまっすぐ行って。あ、これに関してはもう全然いい。もうそのまま行ってくださいよ。で、その、最近俺、あの、ライジンの、実況の方と仲良くなったって話したっけ？居酒屋で出会ったの。してないしてないしてない。居酒屋で、そのライジンの実況の方とお会いして。へぇ。で、俺、めちゃくちゃ大事好きなんですみたいな、で連絡先交換しましょうって、一緒に飲ませてもらった方も実況で、ああすごい、そう、アンポルキア対パッキャオの試合の実況を、え、パッキャオ、パッキャオ、そうよ、知ってるよ、パッキャオ試合するの。長くない？パッキャオすげえ、もう今引退してるんだけど復活、うん、へえ、その試合の実況されるらしくて、ちょっとご挨拶しつつ、浩二さんにこれ会うのって失礼かな。そうなんだ。でも、まあ、浩二軍団席でみんな来てるから、うん、その人たちと同じ動きいいんじゃない。いや本当は ねどっちも分かるよな。その試合前ももちろんダメだろうし、そう、終わった後とかもそれどころじゃないだろうし、うんうん、なんかご挨拶行きたいんだけど、お会いします、いや直接言いたいけどちょっと分かんない、分かんない。いや、すごいね。楽しみだね。格闘技。朝倉未来の試合は初めて生で見ると。うん。お、格闘技時代、生。そうなの、初めて。へぇ。こんだけ言ってて、格闘技。そうな。趣味格闘技って書いてるくせに、一回も試合見たことないんだよ。高いもんな。高かった。その一番、もうほんと上の席やん。うん。それでも、うん、まあ、ちょっといい値段して。いい値段して。うん。はい。そう、ちょっと楽しみだね。もう1週間後だね。うん、これ撮ってる1週間後、1週間後、うん、今日は今日でね、那須川天心の試合もあるし、ボクシング、そう、田中康生選手の試合もあるんで、田中康生選手はちょっと向こうの体重オーバーで試合が多分なくなりそう。へぇ、そう、楽しみだよ今日も。でも俺今日はだって俺ら夜ライブじゃん、うん、間に合うの？いや、間に合う。いや、普通にライブ中も見るよ。ライブ中はダメだよ。ライブのあれね。ステージね。ステージでダメだよ。ステージダメだよ。アマプラで見れるから。違う違う、便利になっちゃったよ。便利になりすぎたせいだよ。楽しいですよ、今日も。いいですね。ね、はい、といったところで、はい、レターが。あ、来てる。ちょっと。あー、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、レターを読みます。はい、ソイソースさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ソイソースさんは、お互いが、同い年というふうに聞いております。はい、僕の方が1個先輩なんですけどね。いや違う、僕の方が1個としたんですよ。合ってんちゃう。早生まれなんだ。あのちっちゃい時に見てたお笑い番組とかは何か何の世代でしたか？はい、ちっちゃい頃、そもそもお互いがその地方出身だからさ、うん、ちょっとその東京の人とは違うかもしれないよ。違うよな、まあ、この東京のまたこの人は、うん、うん、あれですね、相模大野出身。相模大野、はい、横、神奈川の神奈川、相模大野ですか、はい、ああそうですか。いや、なんだろうな。でもだってリチャード・ホールとかなかったかも。なかった、なかった。
たまにやってたよ。あ、ほんと？たまに平日の10時からやった。へぇ、出なかった。俺一番見てた世代はレッドカーペット、うん、ああ、レッドカーペット見てたな。レッドカーペットの時にもう明確にお笑い好きだった時期だった。俺はラッキンかな。ラッキン結構まだ俺ら若くない？小中学生、小学生ぐらい。小学生か。そう、マイケルとか。お前マイケル好きだよな。マイケルめっちゃ俺ほんとめっちゃ好き。キーホルダーとか思ってた。マイケルマイケルのキーホルダー。あれも出てたね、あのバク転、爆笑問題さんのバク転。 HG さんだ。うん、 HG さんとかバク転でブレイクした。マジで、うん、もう俺見てた時はもう普通にだってテレビに。どの頃、あのどのわらきんの頃、もう最初の方かな俺は。バトルみたいな時期、うん、昔がバトルだったね、うん、でその後なんか結構バラエティっぽくなって、あのなんか街をゾーンって言ったらそのマイケルとか書いてある扉がバタンって開くみたいな。ああ、それか、うん、それだ。の CG の演出だった時あった、うん、あったわ。あ、笑い飯さんとかも出てた。うんうんうん、それか。結構バラエティの時期あったよね、その後半。そう、料理とかやったりね。へえ、あ、そっちは見てないかもしれない。わらきんも見てたな。あと、売りなりとかかな。売りなりは、どれだ、あの、あれか、曲できたやつ。そう。おー、すごいね。いや、見てたけど、うん、もう全く覚えてない。あ、そう、うん。もう、ダウンタウンさんの番組とか、あの、親から見せてもらえなかったから。はい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 。マジで、うっちゃになっちゃう。そうだよな、実は。サウナちゃんは OK なんです。うっちゃになっちゃ OK だった。うんうん、で、高校生ぐらいの時に初めてダウンタウンデラックスか。え、そんなに見て、見させてもらったの？おう、見てなかった。で、見て、お、めちゃくちゃ面白いぞで。俺、マジダウンタウンさん見て、うん、お笑いすごって思ってるから。確かにその、高校生ぐらいの時に松本人志さんの刺激めちゃくちゃ受けてたんだもん。うん、そう、本とか全部持ってる。そういうことだったんだ。高校で出会ったからこそ、そう、そんなに刺激受けてたんだ。しんすけさんの番組はめっちゃ見てた。あ、しんすけさん、うっちゃん、なんちゃん絶対間にダウンタウンって言ったから。しんすけさんはいいんだ。はい、ということで、はい、僕らが見た番組はこちらでした。はい、さあ、それでは曲いきましょう。フリービージェム。あの、あれ、あの、X で流れてきたんだけどさ、あの、和歌山県の南陵高校っていう高校の、その、校歌、まあ、めちゃくちゃ今話題になってて、あの、インフィニティっていうあのアーティストを知ってる、なんかレゲエとか歌ってる人いいんだけど、その人が作曲、作詞作曲して、それがめっちゃいい歌だね。もうおもろいのよ、なんなら。なんかあれじゃない、そのめっちゃハイカラすぎる歌とかじゃなくて。いや、レゲエ。レゲエ。だから甲子園でその南陵高校が勝って、みんなこう一列になってこう校歌をこう歌うときに、イエーイイエーイイエーイ。すごい。和歌山県立の南陵高校みたいな。ええー。一歩前へ。今一歩前へみたいな。かっこよ。これは勝ってほしいな。そうで、このすごい熱い歌で、うん、そういうこのカメラの切り抜きで負けた方のチームにこう、うん、泣いてるみたいな、うん、それも多分かん、なんかそれも相まってめちゃくちゃいい動画になってる。EV みたいになってる。それちょっと見てほしいな。いいね、見てみます。お前いい歌でしたよ。はい、はい、というわけで、え、あら、番組名何ですか？痛風と閉所恐怖症。あ、おしまい。え、完治？マジで完治してないですよ、まだ。いいんですか？受け届けなくて。あ、そうですか。終わっちゃった。なるほど。あ、そうですか、終わりましたか。慣れたもんですよ。
1回目だと思ってますから、慣れましたよね。まずまた来週もあるの？来週もある。来週はないか。 何週か空いてる。変な週空いてるのか。やめろ。はい、お楽しみにしてます。はい、以上、おみんなの友達は、お前それやめろっつって、はい、そうの金をどうやめねー、これやめろっつって。